8月15日、12日付の産経新聞に私のコメントが掲載されました。どういう記事かというと、タイトルが、戦争の真実歪める創作というね、はい、特攻隊員遺書、作者実在せず、作者ってなんだっていう話なんですが、はい、つまり遺書が創作されちゃったっていう話なんですね。リード文を読みますと、死を目前にした特攻隊員の若者が母への思いを吐露した。 18歳の回転特攻隊員の遺書作者が実在せずすでに亡くなった元海軍士官男性による創作だった疑いが浮上した遺書の内容は多くの人の感動を呼びインターネット上でも事実として定着しているなぜ男性は、えー、罪深い行為に手を染めたのか、まあ、罪深いって言っちゃいましたけどね戦後75年戦争当事者が減少する中戦争の真実を伝える難しさが改めて浮かび上がったということでございますはい、まあえーこれ3 関係新聞の記事ですが当然ね、ね、えー、特攻隊とかそういうものを否定的に見る向きはないんですが、えー、しかし、その遺書が捜索されてしまった捜索されたというところにちょっと問題を。えー 捉えてるわけですね。まあ、それに対して専門家の意見が書いてあるわけですね、えー、遺書の内容は特攻隊員の素直な心情を表しており特攻隊に思い入れが深い人ほど心にスッと入ったのだろうそれだけに悪質だ回転研究家の山本英介氏がこう指摘するように、えー、遺書は当事者にしか書けないようなリアリティにあふれた中身で多くの人は創作を見抜けなかった、えー、戦時中回転の基地があった山口県周南市では町の PR の一環として観光協会が手に ぬぐいや缶詰のパッケージなど複数の商品にこの衣装の内容をしようそこまでやっちゃったのかと私も今回初めて知ったんですけどね,ね,販,売してね販売しているほどだと、えー、同志の開店記念館の三崎、えーえー、秀和研究員は、えー、この衣装を信じて来館する人もおり正確な情報を伝えたいと話しているまあそうですよねこ,このまま展示し続けたらやるはこういうのも紹介し続けるというわけにはいきませんから衣装としてね 文字媒体で創作しちゃうと、これは確かに罪深いことなのかもしれません。皆さんがご存知のところだと、例えば、学徒出陣ね。学徒出陣した、して戦死した方々の衣装、聞け渡す罪の声と、というタイトルで、あの、今、今でも販売されてますよね。あれが創作だったという、あの、裁判がありました。ね。えー、結構創作だったという事実が認められちゃってるんですけれども、えー、つまり、まあ、 そういうことが実際あるもんですから。あの、今回のこともあのー、大変。私もちょっと心が痛いことでございますが、当然ね。趣旨はちょっと違うわけですね。ええー、聞け、渡辺の声は戦争はダメなものだね。当時のなんか、あの日本というのは悪い国だったというような。政治主張のもとに。 あの編纂されたものだから、まあ、取捨選択のなんか色が激しいのに加えて、さらに改ざんまで行われたってねひどいものですけれども、まあ、今回のはですねむしろあの、まあ、日本が立派な国だった、こんな立派な若者がいたっということを伝えるためにですから、まあ、ちょっと意図は違う、とはいえ同じ創作だと、だから私、創作はいけないっていうんだったら、政治思想がね、その大日本帝国は素晴らしい国だったという主張だろうが、あの日本は悪い国だったという主張だろうが、まあ、どっちも同様に、どっちも同様に、まああの 断罪されるべきですか私もそこにね、ひいき目は入れたくないんですが、でえー、っと私のコメントというのは、これですよ、約400人の戦争当事者に取材した大阪観光大の久野潤専任講師、えー、日本近現代史は、本人に悪気なく記憶が上書きされてしまうこともある、聞く側の見識も問われると述べた <laughs>、まああのー、うまくまとめてはくれてるんですが、そうなんですよ、戦争経験者というのはですね、えー、人間ですから、記憶違いがあります。あるいはあ、まあ、ちょっっとやっぱり ええまあ言いたくないですけど、取査選択もあるわけですから、からそれを実際の実相、等身大の史実に近づけるために、聞く側がちゃんとね、あの、整理しなきゃいけないわけですよ。で、記憶違いとか、 まあ、あの単純な勘違いも当然他の資料とか他の証言と合わせてチェックしなきゃいけませんしえ、まあ、やっぱり、あのー、それ以外にもです、ね、当時の感覚と違うことをおっしゃるかもしれないわけです結局戦,戦後の方が長いわけですけど、ね、大東亜戦争というのは 3, 3年8ヶ月でしたけれども、まあ、戦後75年 立ってるわけですから、えー戦、戦後の方がはるかに長い。で、戦後において考えたことを当時から考えてたかのように、なんかも記憶な、や、思いが入り混じってしまう。それ仕方ないことでございます。まあ、だから <laughs>、あの、まあ。 えとと当時はアメリカに負けるなんて思いもしなかったというふうにあの率直におっしゃる方もいれば、いや、負けるって分かってたんだっておっしゃる方もいるんですが、まあ、特に後者ですね、負けると分かってたんだっていう話は、いや、本当にこれ戦時中にそう考えたのかなとかね、そういうことはちゃんとこっちも注意して聞く、あるいは整理する必要があるわけです。 だから聞く側の見識っていうのはそういうことですね、私も、まあ、まあここに書いていただいたように400人ほどの戦争経験者や当事者を取材しましたけれども、その中であの聞いてて、あれと思うところは、いや、それはそうじゃなかったはずですが、ちょっとこれはこうじゃないですかとかね、そういうツッコミを入れることもあるわけですよ、いや、申し訳ないことなんですよ、ね、あの高齢の90歳を超えたおじいちゃんに時間をいただいてね、体力も使わせて話を聞いてるのに、いや、それ違うとかいうのは、結構なんか、いやらしいことかもしれませんけどでも、間違って伝わったら、これはまあ、 まそのことも含めましてまあそういうねあの、まあ、こういう遺書の創作なんてまあもちろんまずいわけですけどそれも含めて、えー、例えば証言が間違ってとかあるいは、まえー、となんかこう思い違いの証言が伝わってしまうリスクというのはこれは私は3点あると思いますね。 でまず、えー、貴重な手実と教訓が伝わらなくなってしまう、まあ、これが、えー、分かりやすいリスクなんですけれども、まあ、あの手実と違うことが伝わってしまったりとか、本来もっと重要だったはずの私立の方が、なんかちょっと、取捨選択で、捨てられちゃう方に行っちゃうと伝わらなくなってしまうで、当然、そこから引き出すことができたはずの教訓が伝わらなくなってしまう。ね だから戦後、ねあの、ソ連は危ない国だみたいな話っていうのはななかなかこう戦争証言の中でもこう、ね、なんか取り上げられなかったわけですよ、まあ、シベリア抑留の話ぐらいはあの例外かもしれませんけれども、そういう中で今後、ね、国際関係でどういうところに気をつけなきゃいけないか、何に警戒しなきゃいけないかというその教訓が得られなくなってしまう、そういうことがあるわけです。でえー、2つ目。えー 捜索が、えー、一度まかり通ると増殖してしまうとはい増殖しちゃうんですよだからあの増殖っていうのはつまりね捜索まあ今回の遺書はまあ悪意はないのかもしれませんけれどもあこういうのができちゃうんだってことになるとですねあじゃあ俺も捜索しようって結構捜索がねどん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 後からついてきちゃうことがあり得るわけですねでその結果なんか最初はなんかちょっとした嘘だったりとかちょっとしたあの まあ、今、今言ったのはね、あの、例えば他の人の、うん、さらに他の人がっていう話を言いましたかもしれませんが、まあ、それだけじゃね、同じ人もそうですよ。ある一人の人が、最初、ちらっと小さい嘘を言ったら、それが感動を呼んじゃったら、じゃあもっと感動させちゃおうと思って、もしかしたらもっと別の創作をしていっちゃうかもしれない。だ、一人の人間として何、いくつもしちゃうかもしれないし、えー、それをね、はたから、あの、 認識した人が、また別の人が、こう、そう創作をさらにしちゃうかもしれないのが、いずれにせよ増殖してしまうリスクというのがあるわけですね。で、それで、えー、初めはちっちゃい、あの、まあ、あの、誤りや錯誤だったものがですね、大きな嘘、大きな創作り回しに発展しちゃって、それが、またその真実として、えー、認識されるようになると、これは偉いことになるわけですね。で、三つ目、特定の目的。 いや政治思想と結びつけられて一,一人歩きしてしまう、はい、だからさっきも言いましたけれども戦争はいけないことだ、えー、日本はもう武器をせなきゃいけない。 で、日本は悪い国になったと。まあ、そういう政治主張、まあ、そういう主張をする人がいるのはもう仕方ないことですけれども、で、それと、まあ、なんか、うん、ね、戦死した人の遺書が結びつけられて、ほら、彼らだって戦争が嫌だったんだ、それを引き継ぐためにね、彼らが、彼らの死を無駄にしないためにも、日本は武器を捨てましょうとか、あるいは、なんかソ連と仲良くしましょうとかね、極端な話で言えば。だからそう、そういうふうな話になっちゃうと、これはいかがわしい話になっちゃうわけです。危険渡す民の声の方は、そういう反戦平和思想、ね、特定の思想と結びついたんでしょうし、 今回のあの、回転の特攻隊員の遺書の話といえば、えー、まあ、こういう素晴らしい若者がいたという目的、伝えたい目的のもとで捜索を行えたということになって、実は一人歩きしちゃったということになるんでしょう。で、あの、まあ、 政治思想というと大げさに聞こえるかもしれませんけれどもですね、まあ、実際、ちょっとした、あの、異臭ごとの、あの、意見を、なんかこう、メディアがですね、戦争経験者に語らせて取り上げることもあるわけですよ。 実際、私もです、ね、安倍内閣によって集団的自衛権を、ね、行使できるようにする、まあ、あれいは国会で決議したからもう通っているわけですけれども、そのときにです、ね、まあ、もう必死になって反対した野党メディアがいたわけですけれども、私も某テレビ局からです、ね、しかも戦争経験者を何か名指しで,です、ね、なんとかさんを紹介してくれませんが、まあ、私がその,人のあのその人の記事を書いたことがあるからなんですが、真珠湾攻撃に参加したというなんとかさんの あの貴重な話を聞きたいとどういう話を聞きたいんですかって言ったら。えー <laughs> 集団的自衛権を行使できるようになったことについて話を聞きたいっていうんですよ、ねえまあ、これを何人にも聞いてってです、ね、反対っていうおじいちゃんが現れたらそれだけを聞いてるとか、ね、あるいは反対か賛成か分かんないんだけどなんか戦争はいけないとかそこだけ聞いてるとか、ね、そんなことされたらたまったもんじゃないからその時はお断り申し上げましたけれどもそれあの戦後も、ね、自衛隊にいてなんかなんかもう上の方まで行った方に聞くんだったらともかく戦争経験者だから聞くというのは何も意味不明。 不明ですよね。そう、そこまでやって、なんかこう、あの、そのおじいちゃんをだまくらかして、まで、なんか、自分の政治主張。なんか、こう、メディアで、わ、とうまくしたってないのか、という、私も辟易と、ええー、しましたけれども。まあ、そういうことがあるんですね。実際ね、私も、あの、実際に、そういうことを経験しました。はい。なので、えー、まあ、やっぱり、えー、まあ、証言は正確に残さないといけませんし。その正確にというのは、証言の内容自体も、聞く側の、まあ、見識が問われると。ね、だから、私も、例えば、戦争経験者の。 話を聞く際には戦争経験者がどんな人命を言ってもどんな地名を言っても海軍だったらどんな船の名前を言っても即座に分かるような体制で臨むようにしてるわけですよ。まあ、そうは言っても例えばなんか、ね、フィリピンとか南洋の方あるいはそのニューギニアの方のマニアックの地名をパッとやったらパッとどこかってわからないことがあるぐらいですからで,できるだけしっかりと。あのまあ 準備というほど準備をかける時間は最近なくてあれなんですけれども、ちゃんとした体制で臨まなければいけないと思っています。とはいえ、じゃあそれはなんか気楽に気軽に戦争経験の聞いちゃダメなのかというそういうことはないんですね。それを整理する担当,担当者といいますか、整理するできる人が必要だと言ってるわけです。それを 最近はまあ結構改善されましたけども、10年前とかだとです、ね、もう戦争経験者がこう言ったからとか、ですぐパーンと載せ,た載せちゃったわけですよ、今だったらインターネット社会で注目にさされてね、おかしなこと言ったり書いたりしたら、違うじゃないかってすぐ言われるから、慎重になって、えー、まあメディア側もそれなりに精査してこう、えーとまあ、修正とかをしながら載せるようになったんですけど、昔はひどかったですね、戦争経験者がこう言った、な文句あんのかみたいな感じでね、えー、書くわけですよ。 だ,だから例えば南京大虐殺とか従軍ヤフでもまあ従軍ヤフは甚だしきはねこれ戦争経験者と言っていいのかどうか分かりませんが吉田誠治さんがどこそこで姉ちゃんをこう。 強制連行してレイプしたみたいな話をしたときにもういや吉田水也さんがそう言ったんだからとバンバンまあ取り上げたけれどもいやそこにあなたがいたわけないでしょって後から、ね、学者に批判されていやあれは創作だったとか創、ね、作だったら最初に創作って言うよって話なんですけどね、まあまあ、もうこ,のここでこんなこと言っても仕方ないんですけどもそういうことが実際あるわけです。はい、ということなんですがで、えー、それと、まあ、その何回も繰り返してますけどその回転の、ね、遺書を創作した人はなんか日本を貶めようとかね、まあ じゃまは特攻隊員を貶めようなんていう意図はなく、むしろその特攻隊員の素晴らしさ、け高かさを伝えようという意図があった、まあ、善意でやったわけなんですけど同じく善意,でや善意のせいで、なんか、史実なり、あの事実の認識が歪められてしまう、そういうもう一つ、ちょっとね、あの代表的な事例をちょっと最後に挙げておきたいと思うんですが。